はい、FM 流進堂 DJ の流進です、そうなんです。これはもう何回もね、自分の過去っていうのを、思い返すというか、いつも思うわけですね。人間っていうのはやっぱり三つ子の魂100までで、小さい頃に、インパクトのあるようなね、考え方だったり、それが自分自身の中でこういう考え方が確立されたとか、そういう瞬間の自分の考えてたことっていうのはなかなか振り切ることができないんですね。で、僕の場合、やっぱ小学3年生ぐらいの時から小学校の頃にやっぱ作文で将来なりたいものはとか、将来の夢はっていう、項目がありますよね。で、その中でやっぱり僕もね、小学生の頃はね、自分の実家がお寺だっていうことを、なんというのかな、あんまり深く考えてない、つまり親父がやってるんだから自分もやんなきゃいけないんじゃないかとか、そういうことはまだ考えてない時期ですね、小学3年生の頃っていうのは。だからやっぱり将来の夢はっていうことになった時に、宇宙飛行士とかね、パイロットみたいなねことを言ったり、まあまあするわけですよ。そんなようなこと、結局それって本人の意思ではなくて、なんかテレビの影響だったり、周りの大人たちの意見だったり考え方だったりっていうのが影響してるわけですよね。で、ただその当時から僕小学6年生の頃に明確に覚えてるのが、大人風に言うと救世意識、子供風に言えば世界を救いたいっていうような、思いを抱いている少年だったんです。で、今思えばですよ、今思えばそういう風に男が世界を救いたいって思うのはやっぱり仮面ライダーとかウルトラマンだったり、その当時で言えばドラゴンボールとかドラゴンクエストのようなね、映画とか漫画とかゲームの世界の、かっこいい登場人物の中から何か学んだのかもしれないです。その影響かもしれないです。だけどなぜかそういう思い、何かの職業になりたいということじゃなくて、こんな人になりたいっていう人物像ですね、それは小さい頃本に読んだ、野口英世とかね、そういう人の影響もあるかもしれない。はい、ともあれ、中学高校と大人になっていくに従って、中学校の頃は、高校受験を考える、で高校になるくらいには、やっぱり大学に入ってその先の、まあ、専門職のことをなんとなく考え出す時期ですよね。で、そこで僕がその当時考えていたこと、小学校卒業して中学高校になるときに自分が一番ねなりたかったものはサッカー選手だったんですね。サッカー選手、プロのサッカー選手、ワールドカップに出たり、J1、J リーグですね、 J リーグに出るような選手になりたかった。で、その当時僕小学生の頃はですね、もう誰がどう見てもどうしようもない運動音痴だったんですね。もうかけっこ50メートル走すればクラスの
下から2番目とか3番目ぐらいになってしまうぐらい足が遅かった。でその当時本格的に自分はスポーツっていうのをやってたわけじゃなくて、体を動かすのは好きだったんだけど、まあ、サッカーだったり野球っていうのを、専門的にやってなかったんですね。習ってなかったんです。だから本当にすごい運動音痴だったんですけど、まあ、そんな自分が友達と一緒に遊んで、やり始めたサッカーっていうのが、まあ、ものすごく面白くて、なんていうんですかね、サッカーっていうものを今まで知らずに生きてきた自分を、まあ、少し恥じるんですね。こんな楽しいスポーツがあったんだと、一つ球がたった一個あるだけでこんなみんなが楽しく遊べるスポーツがこの世にはあるんだっていうことを小学生ながら感動しましてですね、その時の楽しかった気持ちとか、その球が1個あるだけでみんな楽しめるんだってことに感動した時の気持ちっていうのは今でも覚えてます。すごくその、鮮明に覚えてます、その時の感覚というか記憶っていうのがね。でそれからなんですね、プロっていうのを目指すのは。でもうそれはね、親父の影響かもしれないですけれども、もう親父っていうのが剣道の師範やってた人なんで、まあもうこれをやるって言ったらやるようなそんなタイプの人間ですね。悪く言えば融通きかないよく言えば本当にまっすぐっていうような人なんですけれども、まあその影響でしょうね。僕も高校卒業するぐらいまでずっとサッカーに高校2年生までずっとサッカーにのめり込むわけです。でまあちょっと話長くなっちゃったんですけど、じゃあなんでプロサッカー選手になりたかったかっていう話に関してはもう僕誰にもその本音っていうのを語らずですね、誰にも語ったことがない、そのプロサッカー選手になりたい、なりたかった本当の理由っていうのがサッカーが好きだからっていうだけではなくてですね、いわゆるお金が欲しかったからなんですね。これを話すとすごくこいつ汚えやつだなとか金に汚えやつだなとか思われてしまうかもしれないんですけれども、僕の場合その例えばプロサッカー選手になって年俸ね1億円とか2億円もらうようになったら寄付しようと、そのお金寄付しようっていうことを考えてたんです。それが僕のなんか夢だったんですね、その当時の。これどういうことかっていうとですね、結局小学生の頃に目覚めた救世意識、世の中を良くしたいとか、端的に言うとアフリカのまあ本当に飢餓で死ぬ、お腹が空いて死んでしまうっていうような、現実を知った時にちょっと衝撃を受けたわけです。自分がその育ってきた環境の中でお腹が空いて死ぬとか、そのお腹が空いて死ぬ人がもうたくさんいる国があるっていうこと自体が、まあ、ちょっと理解できなかったわけですね、その当時。まあでも今でもそっか、今でもそうですけど、まあとにかくこれは今世界では大変なことが起こってるってことを小学生の頃に思い出し、そしてその
夢を叶えるべく、要はすごく単純な話、単純な話というか、その時の自分はすごく単純な動機でお金が欲しかったんです。お金があれば、お金さえあれば、世の中のいろいろな貧しい人に対して、助けることができるんじゃないかっていうことを思い描いてたんですね。この話続きます。おやすみなさい。